こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。いやー、ありがとうございます。今日はですね。はい。曲だけ聞くと恋愛マスターなのではないかと噂をされているこの天月大先生とのコラボとなります。マスターの話。あ、いや、僕の話。はい。あ、曲だけ聞くと恋愛マスター説。恋愛に悩んでいる方々のマフ付き恋愛相談所をやっていきます。イエーイ。はい。マフ君、天月君、こんばんは。こんばんは。こんばんは。好きな人が今セッキーが前で、毎回プリント渡すときに。お願いしますって感じで渡してくれるんですけど、毎回受け取るとき何も言えなくて、これなんか言った方が印象良くなるんだろうなと思うのですが、なんて言えば印象いいんでしょうか。ちなみにその人とはあんまり話したことないけど、仲いい友達からの話を聞いたのと単純にかっこよくて好きになったって感じです。あー、いいね。おー、なるほどね。毎回受け取るとき何も言えなくて、うん、普通にありがとうじゃない。まずありがとう。あ、そうだね。うん、ありがとうで、うん、返事し、だから相手はさ、きっと明るい人間なわけじゃん。うん。でってことはやっぱこっちもそれなりの明るさで返してあげたらさ、例えばそう、なんか今日元気だねみたいな言ってくれたりするかもしれないしね。元気に返したら、なんかいいことあったとかさ、うん、お話しました、ありがとうございますみたいな感じで、 ありがとうございますとか。いや待って、あざーすって普通に言えばいいじゃん。恥ずかしいんでしょ、でもこの子的には。まあそうかもね。なんかニコニコっと笑ってありがとうぐらいでいいんじゃない。いや、席前なの大チャンスじゃない。大チャンスだと思う。ちなみにあんまり話したことないけどか、話しかけたい。いや、まあでもまあこれからじゃない。うん、言えば印象いいんでしょうか。あ、でもさ、前調べたことがあるんだけど、はい、気になる人に振り向かせる方法と、うん、調べた経験が終わりで、毎回例えば、はい、20時に、連絡をするの。2週間ぐらい、分かんない、しばらく経った時にふといきなり連絡をしないの。あ、だから今日は来ないなみたいな相手に思わせるってこと。そう、そうすると相手は来なかったことにより意識をしてくれるんだって。だからこのプリントを受け取る時も毎回同じ顔、毎回同じ答えで、ありがとうって言いながらニコッと笑って返すの。必ずありがとうって、毎回同じ角度、毎回いつ向いてもいつも同じ画像みたいな感じで返すので、ふといきなりマジで全く何の興味もなさそうに全く目も合わせないでスッて撮って、そうすると相手はえ、なんかしちゃったかな、え、なんか怒ってるかな、え、なんかしちゃったってなるよ多分。怖っ。え、でもそうなってるタイミングで席変わったらもう終わりじゃない、印象悪いまま。席変わったら突然不機嫌な女になる。私突然不機嫌な女。終わった。